い、皆さんこんにちは、太田ゆいです。さあ、今日の動画はね、何を撮っていきますかと言いますと、本日8月20日金曜日はですね、夜9時から金曜ロードショーにてジブリ作品猫の恩返しが放送になりますよ。まあ、先週がもののけ姫で、今週が耳をすませば、先週がもののけ姫で、今週が猫の恩返しで、来週が風立ちぬっていう、この3週連続でやっていくんですが、まあ、今日はね、せっかく猫の恩返しがやるということなので、ジブリ大好き日本代表太田ゆいとしてはですね、よりなんかこうちょっとうわリアルタイムで見たいなとか、もう一回見てみたいなとか、まあ、そんな風にねちょっと思っていただけるような、あの猫の恩返しの見どころをね勝手に解説したいと思います。もう私はすごい楽しみです。なんか内容っていうよりかは、なんかこの今日見るときに、なんかこういうとこ注目してみると、もう見るの3回目だよとかいう人でも、あのより楽しめますよっていうポイントをまとめましたので、こちらをご紹介していきたいと思います。それでは猫の恩返し見どころ特集いってみよう。はい、まずはですね、あの猫の恩返し、まあまだ見たことないよっていう方もねいらっしゃると思いますので、ちょっと簡単にあらすじをご紹介したいと思います。高校生の女の子はるちゃんという女の子が、学校からの帰り道に車にひかれそうになっている猫を見つけまして、その猫をちょっとこうギリギリで助け出すんですね。で、そのはるちゃんが助けた猫が、実は猫の国の王子で、ルーンっていうね猫だったんですけど、その猫が王子ということで、こう猫の国の人たちからこう感謝されましてですね、いやご恩をお返ししますって言って、いろんなことが起き始めるんです。まあ、どんな巻き込まれ方をしたのだとか、まあ、猫の国がどんなところなのかっていうのは今夜ね9時から見ていただけたらわかるかなと思います。あらすじはこの辺にしておきまして、この猫の恩返し、より一層この楽しめるポイントをここからは解説していきたいと思います。猫の恩返しを楽しむポイント1つ目が、この作品が生まれた背景に注目です。まあ、これはね、あの見る前にちょっとこの情報を入れておくとちょっと楽しめるかなっていうポイントなんですけど、この猫の恩返しっていう作品は、実は耳をすませばの続編にあたる作品なんです。まあ続編っていうとちょっと語弊があるかもしれませんが、これはですね、このパンフレットの中にも正式に公表されているんですけど、実はこの耳をすませばが1995年に公開された後、1998年くらいに宮崎駿さん自ら耳をすませばの原作者である柊葵さんにですね、こんな風にお願いをしたそうです。バロン、ヌタ、地球屋を使ったアニメの原作を書いてくれないか、こんな風に柊葵さんにご相談されたそうです。それを受けて、この柊葵さんっていう耳をすませばの原作者の方が、じゃあちょっと漫画を作りますって言って作られたのが、バロン猫の男爵っていう漫画なんですけど、これを元に映像化したのがこの猫の恩返しになります。これちょっとなんか都市伝説的な感じで聞いたことある人がいたかもしれませんが、まさにそうで、その柊葵さん曰くですね、雫が成長して書いた物語がこのバロン猫の男爵っていう風に位置づけているそうです。だからこの猫の恩返しの中では、このバロンとムタと、あの小さい版の地球屋は出てくるんですけど、月島雫ちゃんは出てこないんですね。それはもうこの物語を書いてるのが月島雫なので、主人公はもちろん別の女の子だし、この俯瞰的に見てるっていうのがこの猫の恩返しになります。なのでね、ちょっとこう私とか耳をすませば大好きだから、わあバロンやみたいなのがちょっとあったりするんですけど、まあ、それはねこういう位置づけになっているっていうのがポイントだそうです。ただですね、これあのバロンとムタっていうのは、まあ、同じキャラクターではあるんですけど、耳をすませばの時と猫の恩返しとでちょっと変わっている部分が実はあるんです。それはですね、声優さんなんですね。このバロンの声が少し変わっているんです。っていうのも、耳をすませばの時はバロンの声優をされたのは露口さんっていう方なんですね。猫の恩返しの方では袴田義彦さんが担当されているんです。これどうして声がこの作品の中で
違っているかっていうと、露口さんがですね、耳をすませばのバロンの声をした時は露口さんご自身が63歳だったそうです。でもこの猫の恩返しの中のバロン像ってなんかこう若々しくって青年っていう感じがするじゃないですか。まあそういうキャラクター像にしたいっていうのがあって、袴田義彦さん当時29歳の方を採用されたそうです。ここがねちょっとこう見比べてみると面白いかもしれないですね。はい、まあいろいろ言いましたが、この猫の恩返しは耳をすませばのこのつながりがあるっていうのがね、この裏設定としてありますので、これがポイント1つ目です。猫の恩返しを楽しむポイント2つ目は背景画に注目です。これはねなかなかこう言われないとこの注目してみないというか、なんとなくでこう受け入れてしまいがちなんですけど、実はこの背景画がかなり、ね、面白いんです。まあ、この説明をするにはね、ジブリの年表をまずね説明した方がいいかもしれないんですが、猫の恩返しの公開年っていうのは2002年なんですね。これってこのジブリの年表でいうと何の作品の後かっていうと、2001年に千と千尋の神隠しが公開されているんです。そう、もうあの歴史的な金字塔を打ち立てた千と千尋の神隠し、その翌年に作られたのがこの猫の恩返しっていう作品なんです。このねこの順番が結構ポイントで、っていうのもまあ、このポスターでもねもうわかるかもしれないんですけど、かなりねこの作品ってコントラストが薄いんです。まあ、今日ねその9時から始まった時にぜひ見ていただきたいんですけど、結構ね薄めなんですね。色彩が淡い色が使われていて、そのコントラストっていうのがかなり薄く描かれているそうなんです。これはその美術を担当された方、田中直也さんっていう方なんですけれども、この方がもう意図的にされていることで、あえてこの細部までくっきり描かずにこの夢の国とかなんかこのほわんとした雰囲気を残しながら描かれたのがこの猫の恩返しの背景だそうです。それに比べてこの千と千尋の方は湯婆婆の部屋だけでもかなりこの赤だったり黒だったりこの金だったりとか、かなりパキッとした色を使っているのがこの千と千尋なんですね。特にこの宮崎駿さんもこの千と千尋を作る時は赤の色にすごくこだわりを持たれていて、濃くみたいな感じでかなり強調されたそうなんです。この対比というか猫の恩返しの独特のこの背景にもちょっとねぜひ注目していただきたいなっていう感じがします。なんか私の中ではね猫の恩返しなんかこう90年代っぽいというか、なんか思い出ポロポロとかとなんかこう類的には似てるなっていう感じがするんですけど、意外とね千と千尋の後で全然絵のタッチが違うんですよね。だからねもう1回も2回も見てストーリー知ってるよとかもう見たよっていう方でも、まあ、こういう背景とかに注目していただくとまだなんかこう面白かったりとかするので、猫の恩返しベテランだよっていう方はぜひちょっと背景とかねこれまでの作品との違いとかもぜひ注目していただけたらなと思います。猫の恩返しを楽しむポイント3つ目です。3つ目はですね声優さんに注目です。ジブリ作品にはですねこれまでもこの人がこの声やってるのっていう方がね結構いらっしゃるんですけれども、この猫の恩返しにもねもうすごい方がいろいろ出ていらっしゃって、中には当時はまだ多分そんなに知られてなかったけど今や大スターみたいな方もいらっしゃるので、ちょっとねその方も紹介しようかなと思います。まずはね1人目、さっき冒頭でね耳をすませばと猫の恩返しのこのつながりはご紹介したと思うんですけれども、実は耳をすませばからとある方がゲスト出演されているんです。これ知ってる方いらっしゃるかな。そのね役はですねこのはるちゃんのクラスメイトのちかちゃんっていう女の子がいるんですけれども、メガネかけてなんかこう常に曇ってるみたいな感じの女の子、そのちかちゃんの役が実は耳をすませばの声優さんがゲスト出演されているんです。誰だと思いますか。実はしずくちゃん役をされていた本田陽子さんが担当されているんです。
そうなんです。だからまあ月島雫は出てきませんよっていう話をしたと思うんですけど、声優さんの方で実は月島雫ちゃんがいるっていう、なんかこのなんて言うんだろう、このジブリさんの遊び心。そうなんです。まあそんなにね、このチカちゃんっていう女の子は、まあ、セリフが多いわけではないので、このチカちゃんが喋ってるシーンをぜひとも注目していただきたいんですけれども、これはねぜひね要チェックです。まあ、この声優さんの話で言うと、もう一個面白いのが、王子ルーンの役をどなたが声優されたか皆さんご存知でしょうか。これね、私も初めて知った時えってなったんだけど、このハルちゃんが助けた、青色の猫ルーン、その声優さんはですね、なんと山田孝之さんなんです。結構びっくりじゃないですか。当時2002年くらいの山田孝之さん、誰かな、世界の中心で愛を叫ぶとか、あ、2004年だって、世界の中心で愛を叫ぶ、あ、じゃあその前だ。ちょっと待って、ウォーターボーイズいつだ。めっちゃ調べる。ほら、ウォーターボーイズで2003年だから、もうほんと早々期というか、もともと出られてたとは思うんですけど、なんか全国デビューとか、私も知ったのはウォーターボーイズきっかけだったので、じゃあこの時の山田孝之さんはかなり初々しかったのではないでしょうか。多分唯一じゃないかな、にゃって言ってるの。まあその意外な山田孝之さんのセリフもありますので、ぜひルーンの声にも注目していただけたら、ちょっと楽しめるかなっていう感じがあります。はい、ということで以上3点をねご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。まあ、他にもね、この猫の恩返しはなかなかユニークな風土が出てきたりとか、もうこの猫の国についてからもうなかなかパンチのあるものが出てくるので、まあ、その猫の国のこの夢、なんかこの非現実的なところもちょっとね面白おかしくなっているので、楽しんでいただけたらなと思います。ということで、面白かったよとか気になったよっていう方は、いいね、グッドボタン、またチャンネル登録もよろしくお願いします。またやってみてほしい企画があったら、ぜひ下のコメント欄に書いてください。私全部読めます。というわけで、この後9時からね、私もちょっと楽しみにしてみたいと思います。それではまた次回の動画で元気にお会いしましょう。またねー。